俺にはどうしても倒さなければいけない男がいる。そう、この男だ。俺はこいつを倒すために寝る間も惜しんで練習してきた必殺技がある。今こそそれをお見舞いして奴をぶっ飛ばす。聞いてないだと？どういうことだあいつ。ボールを回している。まさかそのまま。うっ、冗談だよ。こんにちは、はじめ社長と。おはようございます。まあ早いか、すいません。久しぶりのこのコーナーです。そうだ、ジュンジュンさんとの101のコーナーです。最初にやったのはいつでしたっけ。いや2014年か。2年前ですか。2年前だよ。ジュンジュンさんとバスケの試合を着て、今回が3回目。完全に負けてきたので、今回もジュンジュンさんとバスケをしようと思います。今回もっておかしいだろ。トレーニングしてきた。夢の中で、夢の中で筋トレしてきたんで。あ、なるほど。やっぱ多分ジュンジュンさん日頃バスケやってるんで、もう NBA なんですよ。だ、出たよ。完全 NBA なんで。嫌なやつ出た。実力派のプレイヤーとどう戦えるかっていう時に、僕はやっぱ夢の中でのトレーニング、夢トレ大事ですよね。でもまあそうだ、夢トレは夢トレです。もう今回勝つイメージしかないんで、今日もゴリゴリバスケットやっていこうと思います。では行こう。はい、というわけでやってまいりました。1対1握手ですね。お互いスポーツマンシップを乗っ取って握手をしています。なんで3回もしたんでしょうね。はい、というわけで始まりました。先攻はジュンジュン。いきなり何を狙ってくる。シュート。あ、これが現実です。さあ続いてはじめ社長の攻撃です。ドリブルをつぐ。ポロロロロロロロ、おっとっとっと、これはひどいですね。完全にブランクです。さあここからどう攻める。ドリブルついて、ドリブルついて、切り込むと見せかけてシュート。おっと、これは外れる。悔しいガード。それがあなたの実力です。さあジュンジュン選手の攻撃、狙う狙う。はじめ社長、無駄に動く、無駄に動かされる。ジュンジュン選手狙う、ちゃんと見せかけてドライブですかね、これは。だがこれは止められる。さあはじめ社長の攻撃どう出るか。これはドリブルして中に入りたいのか。ドリブル、ドリブル、ポストプレー、フェイダーウェイからのシュート入りました。2点、2点です。この喜び、嬉しそうですね。ジュンジュン選手の攻撃です。さあドリブルをつく、シュート、おっと入った。これは2点ですけど、3点だと思ってましたので3点にしましょうね。ドリブル、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 シュート打った。エアボールでガッツポーズ。何を考えているのでしょうか。ジュンジュン選手の攻撃です。さあどう出る。かなりリードしていますね。ジュンジュン攻撃、ボール取りに行くが取れない。シュート、これは外れる。ジュンジュンの攻撃です。さあこの点差をどうする。お、ボールを回す、ボールを回す、無駄に回す、無駄に回す、打った、入った。いやー、まぐれで入ってよかったみたいな顔しないでください。ジュンジュン選手の攻撃です。さあどう出る。レッグスルーすごいですね、ジュンジュン選手は。シュート、すげえ角度で、こんなん止めれねえよ。はじめ社長の攻撃です。また回す、もうやめておきましょう。これ以上のそれはもう意味がないです。カメラ目線からのシュート、外れ、わずかにずれたか。さあジュンジュン選手の攻撃、もう後がない。どうする、シュート、あっ、アイムジャンプ。今日疲れる、今日疲れる。